Wi-Fi 情報をコンパクトに楽しくまとめて、皆さんに役立つ情報を。ベイの Wi-Fi 情報教育。はい、こんにちは、ベイです。昨今ではもはや水道、電気、ガスに次ぐ重要なライフラインとなった Wi-Fi について本日もお話ししていきます。今回は、どんな時の Wi-Fi 代替プラン、詳細追加、WiMAX 編についてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日、通信障害が発生したどんな時の Wi-Fi。そのまま使い放題を廃止し、毎月 25GB 制限に強制プラン変更。ついに総務省からの行政指導が入り、8月24日、無制限プランの廃止が決定した。その他にも無制限使い放題って言ってる32社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。今回はどんな時の Wi-Fi 代替プラン詳細が発表されたので、見ていきますの続編。ということで Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1、どんな時の Wi-Fi 代替プラン詳細追加 WiMAX 編。2、みんなの Wi-Fi 状況 Twitter&YouTube まとめ。それでは行ってみましょう。1、どんな時の Wi-Fi 代替プラン詳細追加 WiMAX 編。9月11日18時、どんな時の Wi-Fi 公式から、どんな時の Wi-Fi 重要代替プランへの移行についてというメールが届きました。内容は代替プランの詳細が追加されたとのこと。で、見に行ったら、5つの代替プランのうち3プランしか詳細が追加されませんでした。追加されてませんでした。全部詳細教えてくれないと比較して選べなくない？と思いつつ、一つ目のモバレコエアプラスデータ 30GB を見てみたけど、あまりにひどい文章で解読できなくて投げたまでが前回の動画でしたね。もうリアルに頭痛くなっちゃって一日大変でした。ということで今回は続き行ってみましょう。外出先で使いたい方、ブロードワイマックスプラン。まず記載があるのが適用キャンペーンですね。ドン。初期費用18,857円割引。どんな時 Wi-Fi 移行特典、事務手数料&初月料金キャッシュバック。どんな時 Wi-Fi 移行特典5,000円キャッシュバックとのこと。初期費用18,857円って、まあなくなるもののめっちゃ高いですね。そして別で事務手数料3,000円もあると。で、それの3,000円も無料になって、初月分の2,726円もキャッシュバックで、さらに5,000円キャッシュバックと、合計3万円くらい安くなるんですね。すごい。料金プラン見てみましょう。ドン。3日で 10GB。期間が経つにつれて月額料金が上がっていく仕組みですね。そして、契約事務手数料3,000円。初期費用は別で18,857円。契約解除料は19,000円から下がる感じで、別で初期費用0円キャンペーン違約金が2年以内解約で9500円と。普段 Wi-Fi 系の会社の仕様を多く見ていますが、 WiMAX の方が縛りが強い感じですね。初期費用18,857円ってえぐい。僕は2019年末にどんな時の Wi-Fi を契約する前、2年間2セットの合計4年間 WiMAX を使っていました。その期間のほとんどは会社員だったので、そこまでヘビーユーザーではなかったので必要十分な感じでしたね。今は毎日 YouTube に動画を上げているので、3日で 10GB は 1000% 足りません。で、その時々で一番お得な WiMAX を調べて契約していましたが、今の WiMAX 界隈は全然分かっていませんので、この代替案と比較して考えるのがいいと思います。果たしてどんな時の Wi-Fi 経由のこの代替案で契約した方が本当に安いのかって言いながら、一つ言えることは、3日で 10GB よりも使い勝手が確実にいい月 100GB の Wi-Fi も縛りなしでたくさんありますので、そっちの方が個人的にはいいと思います。第1回米主催全15社 100GB プラン Wi-Fi ランキングも以前作ったので、気になる方はご覧ください。第2回もそろそろ作りましょうかね。本線に戻って、どんな時 Wi-Fi の代替案最後の1プランを見てみましょう。まあサクッと終わります。外出先で使いたい方、どんな時の Wi-Fi ライトプラン 30GB。 これだけスクロールなしで全文入るほど短いですね。月額3,480円、月 30GB 制限と非 5GB 制限の2つがあります。縛りはなし。回線は au ドコモ MVN を含むですね。まあ弱々プランですね。同じ値段かそれ以下でも月 100GB のソフトバンク回線のプランがありますので、それと比較したら3分の1くらいの価値しかないでしょうかね。以上、どんな時の Wi-Fi の代替案の詳細でした。しっかり理解して契約を。ご契約は計画的に。2、みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃん&YouTube まとめ。Wi-Fi の状況を正しくつかむには、お金をもらせんでしている YouTuber やボットツイートの情報ではなく、何の利害関係もなく情報発信している一般ユーザー、
みんなの Wi-Fi 状況をさらっとおまとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいのでお気をつけよう。情報源は Twitter と5ちゃんと YouTube コメント欄。どんな時も Wi-Fi からの脱出トークが多いですね。それでは行ってみましょう。まずは Twitter ドン。無限 Wi-Fi か UQ WiMAX か悩むな。企業の安定性か魅力的なプランか。どんな時も Wi-Fi の時見たくなったら嫌なんだよな。どんな時も Wi-Fi とは今月でお別れ、さよなら。もうあなたに二度と会うことはないわ。師匠推薦のニューロ光を今日申し込んだ。富士 Wi-Fi 着弾しました。早かったな。現時間現曜日で 20Mbps 出てます。これで明日のお昼とか夜とかの混雑時にそれなりの速度が出てればDTI はお役ごめんかな。レンタル品だからね、ちゃんとなくさないようにせんとね。んで、いろいろ探してたら大容量 SIM ってものがあってめちゃくちゃコスパ良さそう。特に富士 Wi-Fi、 au、 ドコモ、ソフバンの3回線から選ぶけど、 au、 ドコモは MVNO なので借り物回線、ソフバン使いたいが、 iPhone 専用 SIM とかだったらアジャパー。SIM フリー端末の恩恵に預かれるのだろうか。現場からは以上です。アジャパーって春日の発明。続いて以前アップした動画のコメント欄から抜粋ドン。ペンテルさんから楽天カーサの情報が出てましたが、ルーター風の形だけど楽天光を契約しているユーザーに無料で貸し出して、カーサで無料のアクセスポイントを一時的に作ってしまおう作戦ですね。 HTTPS にょろにょろろ。接続元の楽天光ユーザーは無料で楽天モバイル使えるけど、電波が届く範囲の楽天モバイルの人も接続していいので、善意の光回線のシェアアイテムです。純長野さんから、ドンファイからは端末返却完了通知来ました。トリマ平和に手続きが終わりそうです。楽天モバイルはエリア詐欺あるんか、しばらく油断ならないですな。戦闘力マイナス53万さんから、これだけモバイル Wi-Fi について調べてきたベイさんでさえまだ知らなかったサービスが出てくるなんて、ステルス機能搭載してるのかな。しかない光一さんから、気がついたらベイさんのこの動画見ないと寝つけなくなりました。端末ない状態で商売するのはなかなか黒いですね。予約情報を大元の会社に提供しているのかな。ミジンコ人生さんから、 300GB 使えてるとか聞くとイラッとくるのは俺だけか。鏡いのりさんから、いつも Wi-Fi 情報ありがとうございます。鏡です。コメント欄に Wi-Fi 情報とか詳しい方もいて参考になります。 NC は確か8月からの新しいのだったはずです。いいかなくなりますが、元どんな利用者の私の体験とかです。一応私は今どこよりで10から20後半で安定してます。8月くらいから前から契約している S 社法人回線を個人向けに出しているモバイル Wi-Fi は低め安定です。昼で5くらいだからいいけどさ。一方どこよりは8月あたりからどんなを解約した人たくさんみたいで、今日なんか U2S のだいたい実力3分の1である40出ました。でも10月からは F 社の新プランとどんなからの乗り換えで、私の使っている Wi-Fi どうなるか今からドキドキしてます。速度を測ってみんなが投稿するようなサイトとかでも S 社系落ちて少し戻ったみたいな感じで不安定すぎだなと感じます。ああ、家の中から同時に PS4 本体とリモート先繋いでも余裕でリモートプレイできた。どんなは幻だったのか。こだわるとキリないし望み高いしとかいろいろあるのは分かってますが、昨年末前のどんなは田舎でもサクサクで下手な固定回線より助かってたなぁと繰り返し思います。現場からは以上です。僕も障害前のどんなさんのこの価格でサクサク無制限って最高っていう美しい記憶はちゃんと覚えておいて死にたいと思います。続いてごちゃんのどんな気 Wi-Fi スレッドから抜粋ドン。サービス終了するからって最近ひどすぎだろ。これで9月分も金取るの？ふざけすぎ。2から3月のトラブル時にサポートに問い合わせて、友人は同じ契約なのに端末返却が着払い OK で、なぜ自分はダメなのか問い詰めたらあっさり OK になったから、お前らの交渉力次第だよきっとな。すげえよな、 25GB 組テラを超える容量使った挙句頭下げてもらいの1万。私節約組は
通常解約な上に残り2ヶ月はブツブツ切れるクソ回線で過ごすって。25組は月平均200ギガバイト以上よ。それについてはコールセンターに聞いてみた。特定のある1日の使用量を計測してそれに30日をかけた容量が 200GB になる利用者を 25GB 組にしたとのこと。その判断する測定日にたまたま 6.6GB 以上使ったやつはアウト、その日たまたま使用量が少なかったやつはセーフ。俺なんてどう考えても土日以外はほとんど使わないから 200GB なんてありえないと言ったら、そのような説明をされた。でもその条件の全員は25ギガ組に多分してないよ。だって俺も土日に固定代わりに1日中使ってるから余裕で超えてると思う。やめさせるのに金払ったり無料にするから限界まで間引いた感じじゃない？こんなんなら俺も入りたかったぜ。25組は送料客負担、通常組は送料ドンファイ負担。そんなわけねえだろ、悔しいの。結局1万もらって引っ越しできて半年25ギガ無料、25組が完全に優遇されてるじゃん。不公平感半端ねえな。ブチブチ切れるサービスいやいや使ってた通常組にも1万円くれや。うん、だから結局のところヘビーユーザーだから 25GB 組、ライトユーザーだから余分組、このドンファイ側の言い訳は嘘ってこと。その証拠に測定日とされる日が平日なのか土日なのかすら答えなかったから、 200GB に行くかどうかで決めたっていうのは後で作った理屈なんだろうね。それなら月30ギガも使わない人が25組入れられたのもわかるね。憎む武器は嘘の無制限を歌ったドンファイだぞ。現場からは以上です。また25組とそうでない組の争いが勃発していますね。この情報を聞いて注意しつつ、まだ私は違法なのかもってご利用ください。被害に遭ってる方はあなた一人じゃないから一緒に頑張りましょう。ということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。どんな時に Wi-Fi の代替プラン、やっぱりどれも選択肢に入らないな。そして最後になりましたが、話は変わって Amazon 欲しいものリストに入れていたウィルキンソンが届きました。斉藤博之さんからでした。ありがとうございます。メッセージもご紹介しておきます。祝2000人突破とのこと、これで祝杯をあげたいと思います。やっぱりウィルキンソンの炭酸が一番うまいですよね。あとこれラベルレスで捨てるのが楽なんですよ。例によって我が家のプレゼント開封係に仕事をしていただきました。プレゼント開封係も親の英才教育により物心つく前から炭酸ごくごくのやべえやつです。僕にプレゼントを与えてくださる限りの神に近い人間のような神のために、概要欄に Amazon の欲しいものリストを置かさせていただきますが、お返しは動画内でこうやってお礼を言うくらいしかできませんのでお許しください。慈悲深き神々よ。ということで、いつもご視聴高評価コメントありがとうございます。あとチャンネル登録メンバーシップ登録もありがとうございます。大変だった。動画を作るモチベーションになっております。引き続き Wi-Fi 業界の動向を観察考察し、情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたのお役に立ちましたら、チャンネル登録高評価、応援してくれる方はメンバーシップ、あと Wi-Fi 情報だったり今日のご飯だったり最後まで見たよとだけでもコメントいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。あと音楽もやっているので、音楽に興味がある方は概要欄の URL をチェック。ではでは、今日もいい日になりますように。冷蔵庫持ってけば。最後までご視聴ありがとうございました。できないの？届かない。届かない。じゃあ行く、お父さんと。はい。はい。できた。
じわ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 だね。なあさんに見せて。うん、見せて。いい？いいよ。おいしい。おいしい。おいしい。うん、おいしい。出た。